どうもサボリです。水草ストック水槽、ここの草、金魚水槽に入れてあった草です。約26日ぐらいボロボロになってしまいました。また他の水槽に入れたら復活するんで、これは復活しました。今日はメンテナンス、水草の整理をし、店員さんの話ではえって感じ。まずはこれを、よいしょ、うん、これがね、この草がかなり勢力あるんで、バッサリやります。そしたらあれが、これはね、ゼリーだな。これはね、根っこがつながってるんですよ。これわかる？ここを切ると、よいしょ、ここら辺もいらないですね。汚れが回らないように、これをあっちに、ここら辺モスたちが侵略してます。あ、これ浮いてる。これね、浮いちゃってますね。これも、こうクリプトがね、見えてきました。このクリプトもね、金魚水槽になったやつ。草を荒らすのか、クルリンパ見えてる。これお前、草をピント合ってる。あ、結構根っこがね、入り込んでます。おっしゃ、ちょっと整理して、ここら辺も切るか、いらないか。あれ、これね、ウォーターフェザー調子が全然上がらない。ガラス面が、ここら辺もいらん。はい、スペースを作ってあげよう。この葉っぱ、この葉っぱも切ろう。これも、うん、そして散らかったやつ回収して、余分なやつはトリミング。あ、クリプトがある。ここにね、クリプトがね、隠れてます。これを植え替え、お、これを植え替えします。うわ、これはね、最後の生き残り、全然ダメだ。なんだっけこれ、あれ、そしてここら辺に
よいしょっと。だいぶすっきりしたかな。これもついでに、これもつながってる。おっとっとっと、ここら辺を少し整理します。ヒゲにやられてる。状態はあんまりよろしくない。こっちはこんな感じで、これか、これはアビクサですね。少し切ってあげるか。ダメな葉っぱ少し切ってあげて、そしてこれらを選別。これはいらないやつだね。これは捨てるやつ。もったいないかな。これあれだな、これいるな。これ浮かべよう、浮かべよう。2種類、これとこれ。これをね、水草の重りであれしますと。巻きつけますと。こんな感じ。できた。これとこれ、そして、失礼、ここで紹介するか。これブセファンドラ SP レッド。これ腐る前にね、植えなきゃダメだ。こんな感じですね。これはね、ゼリーだな。なんかね、店員さんの話では簡単らしい。 CO2 いらないよ、光いらないよみたいな。って感じ。光はいるでしょうみたいな。いや、いらないよってちょっと大げさかな。はい、これもよいしょ、適当に後ろの方に隠す感じ。で、これも後ろの方に隠す。よいしょ、ここね、ここ立ち位置がなくてね、非常にやりづらいとこ。さっぱりした。で、ブセファンドラ、ここら辺かな。経過が分かりやすいようにここら辺ちょっとこれ避けて。ここら辺ですね。はい、よいしょ、ちょっとなんだこれ、抜かれるやつか。エビ
オーケー、早速いたずらしてる。大丈夫かな。お魚たちはグッピーがかなり増えました。以上、水草ストック水槽でした。ありがとうございました。